そう、ここにね、こんな端っこのところにゼロって書いてるのがありますけど、今ここが起点になってるんですよね。もしかしたらカーブのところですか、きっとホームの隙間すごかったと思いますけどね。で、車両の通行はできない感じらしいですけど、まあ歩きですからね。へー、ゼロキロポストも入りました。よしよしよし、さあいい感じに来てますんで、もう市役所まではすぐですからね。こんなところにコーヒー屋さんもある。喫茶店と言わずコーヒー屋さんっていうのがいいですよね。では車駐車とかは別に多分用意してるんでしょうかね。ここ車入ってこれないもんな。あ、でそこが貝塚局なんだ。赤車止まってますもんね。ああ、見慣れたパレットがずらっと積んであります。まあ今日は日曜日ですからね。こっから発着するの？あ、じゃないね。さすがにそうだよね。出たところで入れんもんな。これが貝塚郵便局ね。あれですね、局のポストも小さいんですね。で、なんだろう、こんな特殊な郵政創業150年の記念ポストになってますね。へえ。今こんなんやってんだ。こんなんもある。へえ。で、渡ったらいいか。真向かいに大和があるんやね。こっから行く。もう市役所駅近いはずなんですけどね。ここは団地になっとって、で、高校とかがあって、あ、いや、ショップって書いてあるぞ。ここは高校じゃなくて、私立？前に見えてるのは府立高校みたいですけど、横は、これは小学校なのかな？学校がちょっとあるみたいですね。表札出てないかな。表札がないな、はあ、ここは中学校ってなってますね。第一中学校、私立第一中学校ってなってますね。全国障害者スポーツ大会で陸上フライングディスク、何なんだろう。フライングディスクってフリスピーみたいな感じなんですかね。多分ちょっと違うんでしょうね。そう、パラリンピック関連のやつはやっぱしね、競技名聞いてもピンとこないのが多いんで、ちょっと一回フライングディスクも調べてみましょう。なんか市役所を越えてさっきの小木の里までついてしまいそうですけどね。まだでも海塚ですからね。広いですね、海塚一丁目。駅どこか、あ、駅舎あそこに見えるな。これ次の電車間に合わんかもしれんな。なんか住宅街っぽいけど、これ越えたら駅があんのかな。しそのさや。何やったっけこれ、何やったっけこれ。いろいろなっとるんだよ。で、これで駅前ぐらいかな。あるある駅、
よし、もう言うとおりに来るはずですからね。面白い雰囲気ですね、これ。これで貝塚市役所前ですね。市民図書館とか市役所も向こうかね、その近くにあるみたいですね。この踏切面白いですね。ちょっと鳴ってるところ通りたいな。広い声で、これが貝塚の市役所駅ですね。一応これで全駅なんやかんやと見て回ったことにはなりますよね。いやいやいや、結構大変でしたけど、いろいろあるみたいですね。まあ方向があるんで、あんまりカメラをうろちょろ持ってたらあれですけど、ちょっとこの踏切面白そうなんで、もうすぐね言うて来るはずなんでね、ちょっとキンコンカンコン鳴る様子を撮ってみときましょう。結構竿もかなり長い折り曲げタイプですもんね。上にもありますし、見かけない形ですね。これ両方ともあれですかね、上下左右に点滅するってことなんですかね。お、乗った。あ、こんな感じで結構ゆっくり左右にあれするんですね。でもでかいで、じっくり見とりたいけど、私はこの電車乗らないといけませんからね。よし、先頭の方がいいかな。よし、ちょっと貝塚100円で切れたらすごいですね。お、よく切れちゃった。ここそんなね、市役所前にもあるんですよね。で、あそこなんです。よし、じゃあ乗ってきましょう。よいしょ。